みんな、はい、ちょっとみんな勉強ってしてきた？今高知県で今幕末維新博ってすごく力を入れ中行事があるのは分かるか、聞いたことある、めっちゃ見る、ね、高知県駅前とか、そう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 、でちょっともうちょっと勉強しないかんと思って、今回の企画は幕末を勉強しましょう。まあ、今日説明するのは高知の幕末時期の動きっていうのを高戸先生がまあやってくれてるんで、みんな勉強好き？勉強は好きやないか。勉強嫌いです。まあ俺はそこそこやってきたかな。どの神下げていいの？どの神下げていいの？みんなそうやと思って、僕らもやっぱり噛み砕いて話していきたいと思うき、友達と話すような感覚で教えていきたいと思います。それやったらまあいけるろ、じゃあみんな勉強していきましょう、はい、せーの、じゃがおらん。まあ今からちょっと歴史的な背景について場面を3つ紹介していきます。はい、場面を3つ、場面を3つ、まあ、まず江戸時代ってさ、まあ1600年から始まって1603年、そこから240-50年経った頃、1853年、嫌でござんすペリーさん、ペリー来航、浦戸湾で来航してきたよ、1853年、そうそう、嫌でござんすペリー、嫌でござんすペリー、そうっていうふうに、はい、復唱して君、嫌でござんすペリー、そう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 、そこから幕府も一気に変わったよ。なんでかって言ったら、まず日本国内ってでっかい船を作るのを禁止されちゃったわけです。へえ、なんでですか？やっぱりその各藩がその反抗できる力を持たないようにっていうので、ああ武力を抑制するために、抑制するために参勤交代とかもいろいろあるやん。そうやんか。その時にでっかい船を見て、日本の幕末の志士たちはすごい衝撃を受けたわけ。はあ、このままじゃ日本どうなるんかっていうのから、まあ江戸時代のこの幕末期っていうのが始まります。あ、ってことは最初に黒船来航したんだ。そう、最初に黒船が来航したで、そっから15年後に幕府が終わるやけど、ってことは幕府が終わるってことは、江戸時代って15年しかないの？いや、1603年から始まって、1853年にペリー先ました。だからこの200ちょいの間、他国しとったよ日本は。はあ、だから外国と触れ合う機会もなかったけど、ペリーがその鎖国を打ち破るために日本に来航したと。浦戸湾来航したと。んで、そんなでっかい船日本にはないぞってことでびっくりしてちょっと焦り出すっていう。羨ましかったから。そう、まあ、やっぱり脅威を感じるんじゃない、今まで見たことないでかい船で。そうそうそう、かっこいいしね。そうそうそう、ってことは江戸時代は短かったんだ、15年ぐらいしかなかったんでしょ。江戸時代1600からね。スリップしろ。まあ場面一として尊王攘夷運動っていうのが始まったよ、うん、簡単に言えば、まあ、日本独自の志士の心を持って外国をぶち殴っていこうっていう、そんな意識が高まってきて、そう、やきもう外国勢を撃ち殺そう、撃ち滅ぼそうっていう意識が高まってきた時に、土佐藩でも一つそういう団体が生まれたわけ。まず土佐ってよ、武士の間で上司と下士っていうふうに身分制度が、あ、なんかそれは聞いたことある、されちゃって、その中の下士を中心としたメンバーで、この土佐勤王党っていうこの一大勢力を、武市半平太をリーダーとした坂本龍馬とか中岡慎太郎とかも在籍しちゃった。はー、その尊王攘夷運動のこの中心となる、はいはい、まあ、京都にもまあいろいろ生まれて、人斬り像とか聞いたことない。京都の方で暗殺しまくりよった、まあ、ルローニケンシンの日村抜刀斎をちょっとモチーフとしたよ。あ、そうなんや。そう、ルローケンに憧れて、そう、まあ、ルローケンが逆それをモチーフとしてルローケンって言ってそっちが先なんだね。まあ、あ、そっちが先時代考えて漫画出たのはだいぶあるけどよ、口頭でパーッと説明してもどう、イメージ湧く？無理よ、全然無理、全然無理。なんかね、絵とかって絶対わかりやすいよ、俺らは。そんなあるわけないやん。マネージャー、はい、先生。まあ今日はちょっと紙芝居形式でこの3場面を、まあ3枚の絵で、今から女性はその武市半平太を中心として、みんなが「そんな女で頑張るぞ!」って言って盛り上がってるところの絵です。では何もっと綺麗だ。いっちょ前に場面1って書いてあるから、あなたちょっといつもいっちょ前に文字書くみたいな、全然同じポーズで。でも上達してるよ、腰に手当ってるの。あー、ほんまや、なるほど、ボールをその半ペーターに投げつけようとしてるの。野球ピッチャー振りかぶってと、あ、バット持ってんの、下の人。バット持ってんの、野球やったんだ。無理だって、龍馬背高いって聞いとったのにさ、まあまあ小さくてちょっとぽっちゃりしてる。半ペーターやろ。まあ、こんな感じです。どんな感じや。
どんな感じ。まあまあ、何をしたかったか、これで理解して。じゃあ次、場面2について説明します。まあけど、そんな上位運動もやっぱり、まあ外国のあのでっかい黒とちっちゃい館ビルみたいなこにやると負けるやんか。負けるの。そう、気づくのが、まあ下関で欧米諸国とあの長州藩が喧嘩してボッコボコにやられたって。そこでやっぱりその日本国内として、尊王攘夷運動はちょっと無理があるんじゃないかっていうので、倒幕、幕府を倒して開国して日本の国力をつけようっていう考えがちょっと始まりだしたよね。でその中で、あの一つ、あの三大勢力があったって、この日本国内の中、まあ一つは幕府だね。でもう一つが長州、まあ山口県ので、薩摩、まあちゅんちゅんも同じの鹿児島県の三つの勢力があって、けど長州と薩摩ってめちゃくちゃ喧嘩しとったらって、ね。あ、そうなの。すごい犬猿の中で、まあ、一緒に結託してっていう考えを持ってない時に一人だけ考えとったんだろう。誰かな。まさか。じゃあ自身自分で。自身自分で。俺と友達だ。俺の釣り。俺の釣り。違う、つねちお前のつねちキャバつもんだよ、ね、坂本龍馬かな。そうだね、人柄っていうのもあって、両方とのつながりもある人物で、なおかつ日本の将来のビジョンについて明確なビジョンを持ち、龍馬行きこそ成し得たことやと僕は感じる。その薩長同盟って、まあ、みんな歴史では聞いたことある。まあ、その秘密聞いたことある。若きというのに、まあやっぱりマネージャー、え、大体理解したら今ね。いいんですけど、こんがらがる、こんがらがる。いや、次は頼みますね。うん、任して。やっぱ薩長同盟ね、歴史の1ページやから、歴史の1ページ刻むことを申し訳ないと思う。その絵じゃん。西郷さん、髪の毛もうちょい早くしゃべやん。確かに写真で見ると西郷さん坊主やけど、チェスか将棋しよう。チェスか将棋しよう。どういうのあれ。これ多分あれ、今の藤井四段のところで見たことある。木戸さんっていうの。木戸高義が、こう長州藩と薩摩が一緒になって幕府を倒しに行こうっていう、何に同盟を。邪魔やなね。で次はやっぱりちょっと薩長同盟が成立した翌年、まあ倒しに行く動きが出てくるやんか。倒幕の動きが、倒幕の動きが始まった時に、土佐藩に後藤象二郎っていうお城に使える役人がおったわけ。すごく政治に対してのスキルがすごく強い人で、でその人と、あの坂本龍馬が船でこう移動している時に、これからできる新政府の方向性の何か政策、どういう風な政府を作っていったらいいのかっていうのを8つの文章に、でそれが船中八策っていう、高知ではお酒にもなって、そうお酒にもなって、船の中で8つの決まり事を書いたっていうのが、一つはやっぱり大政奉還やったり、あと議会制の導入やったりっていうのを海外から学んだ知識かなんかで方向性として書き記したのがある。で、まあちょっと欲しいっす、苦戦やってます。船長発作について、まあ、はい、ね、船長で、坂本龍馬なんでよ、そんな顔な、マジで。龍馬ってもう光んでないよね。俺めっちゃ思っとったよ、入っとる。さっきから出てくる龍馬全部もう光んないよ。待って、墨入っとる、墨入っとる、龍馬右腕墨入っとるよ。まずこれはちょんまげな、ちょんまげな。ほんでめちゃめちゃ楽しそうに跳ねよるやないか。ジャンプしてるね。パヤンパヤンパヤン。真ん中のさ、丸は何。俺は窓中で話したら。窓があるんだ、中で話せ。なんで窓がある船の外で跳ねとるところですね。まあ一応場面としてはこの 1,2,3 で終わりで、まあやっぱでこれをきっかけに、まあ倒幕っていうのが本格的に推し進められるやった。その時に江戸幕府からしたら土佐藩って結構すごい信頼の厚い関係やったよ。江戸幕府からしたら、そう、江戸幕府からしたら元々は土佐藩ってすごい親密な関係やったよ。大政奉還っていう流れになってくるけど、まあ幕府はこうどうしようかな、俺けど権利返しともないしなみたいな思いの時に、そう、1867年に土佐藩は大政奉還した方がいいですよ、けど大政奉還しても徳川家の家はちゃんと追いちょく方向で行きたいと思いますのでっていう条件を添えて、こうやっぱ大政奉還したらどうですかっていうのを、土佐藩自体も抗議政体論っていうのをすごい唱え出したんですよ。国会において日本の政策を作り出していくっていう、まあそういう方向性が良くなった。だって今までってさ、徳川幕府の徳川吉野が肩流りするったら肩流りするってわけやん、まあ、いやもし坂本龍馬もおらんかったらもう国が滅んどったか、今もずっと幕府みたいな政治がで、なったかもしれないもんね。で幕府が終わって新しい明治政府がこう作られるっていう、
でまあこうそんなこんなでやっぱ幕末において土佐藩にすごく関係しているなっていうのこと分かったのか。で今幕末維新博って150年か大政奉還後150年の周年として、だから今やってんだ。いや、あの起こり始めました。やっぱ高知に俺ら来てさ、やっぱ高知の歴史知っときたいって思ってたし、そうやね、それは間違いない。まあ僕たち高知県 PR ユーチューバーとして幕末維新博を一緒に盛り上げていきたいと思ってます。ぜひよろしくお願いします。お願いします。よし、うわぁマジで雨降ってきた、本当にやばい。はい、もう大丈夫ですか、いいですよ。こんな僕安かった、めっちゃ面白かった。いたいたいた、本当に面白かった。すごいよ。画力普通に分かりやすかった。